はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあミスタープレッパーね、今回もやっていきたいと思いますけどもね、前回ですね、森へ行ってね、狼と初対面したということで、今回早速ね、狼退治、狼討伐ね、やっていきたいと思います。さあそれじゃあですね、早速いきましょうか。まずはね、何でしたっけ、これ野球バットですね。これをね作っていきましょうとね。バットスイング&ヒット、バットでね対峙するって、なかなか分かりやすいですね。それからね、これもやってみましょうかね。罠、これ罠ってあれなのかな、狼関係ない可能性高いけど、これでね、なんか動物をね捕まえるって書いてるから、もしかしたら森の中にいたね、動物をゲットできる可能性がありますよね。そうすると、料理のね、食材に使えるんじゃないかってことで、ちょっと罠をじゃあ持っていきましょう。持ったかな？あ、罠4つ持ってますね。餌もあるし、あとあれか。食事系か。食料ゲージが今、一応ですね、ブルーベリーのね、スムージーは作って、2個持ってますね。それから、ルーナツナっていう、これは缶詰かな？がありますね。まあ、食料はこんだけ今あるんでね。1個食べていきましょうか。食べる。もう1個食べるか。食べる。よし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 。で、お眠になってるな、もういきなり。仮眠していこう。よし、一旦寝ましょうかね。おやすみなさいと。よっしゃ、じゃあ行くか。あれ、なんかあそこの奥で人が引っかかってますね、あれね。何やってんだろう。よしよしよし、じゃあ行きましょう行きましょう行きましょう。よしよしよし、この奥行ったら狼ですよね。ちょっと待ってよ、先にね、罠をね、使ってみるか。罠。多分なんか鹿みたいなね、動物が捕まえられるような気がしないでもないけどな。ここじゃダメだな。あ、そういう場所があるんだ。こう、なんだろうな。こう、こういうとこってことかな。これでも奥には置けないんだよな。ここはどうだ？これじゃダメだな。この階層がダメってことなのかな？その可能性あるな。ちょっとじゃあ暗くなってきちゃったし、そうですね。狼の前にちょっと罠だけ先やるか。階層をね、戻ってみよう。2-1。この辺置いてみようかな。今なんか何も言われなかったな。あ、できたできた。わかります？これなんかほら。片っぽだけね、上にこうパカッと開きましたね。あー、オッケー。罠設置と。一旦ね、ちょっと戻って寝ましょうかね。罠1個設置できましたね。2-2を置けなかったのはなんでかな。いいや。就寝。おやすみー。はーい、行きましたね。行きましょう行きましょう。次の日ですね。さあ、じゃあ早速ね、今度こそ狼行きましょうか。よし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 。腹が減ったな。腹が減ったけど、ちょっとじゃあ、これ食べようか。これブルーベリー生で食べたらどうなのかな。
ああ、ちょっとだけ回復しますね。これ食べるか。よしよしよし。じゃあ行きましょう行きましょう行きましょう。これ震度1とかに置いたらどうなるんかな、そういえばね。罠ね。あ、これ大丈夫そうだ、ここ。あ、森には設置できない。ああ、そういうことか。あ、来た来た。あ、できるじゃん、ここ。へえ。次の階層はどうかな。あ、うん、そうっすね。2の、今2の1、じゃあ今1の1か。1の2に行ってみるか。1の2。ああ、狼を退治すると言いながらね。なんだかんだ、なんかこの罠の方をやってますね。1の2。ほら、動物いっぱいいる、ここ。よしよし、この辺にしよう、この辺にしよう。あれ、これダメだ。なんだ？どういう場所が良くて、どういう場所がダメなんだろう。ここはどうだ？あー、なるほど、ダメなんだこれね。動物ここにいるからね、めっちゃ良さそうなんだけどな。ダメか。まあいいや、戻るか。戻るかっていうか、行きましょう行きましょう。狼行きましょう。うん。ちなみにね、あ、これまだ、なんともなってないですね。うん。まあ、あの罠が本当にね、機能するかどうかって話ですよね。これ、こういうとこも置けるかな。あ、これ大丈夫だ。なんだ、そのステージによってあれなんかな。ダメ、いいとことダメなとこあるのかな。1の1と2の1は大丈夫でしたね。で、1の2と2の2はダメだったな。よし、じゃあね、行きましょう行きましょう。2の2からこのね、デンジャーのところね、入ってって、さあ、どういうことになるんだろうかって話なんですけどね。これちなみにここも置けるかな？うん、ダメだな。よし。じゃあ、あ、なんかこれすごい。煙が出てる出てる。めっちゃ出てる、煙が。これね、なんか、もやもやしてる。よっしゃー。じゃあ行きましょうか。ね、これもっとこっちだったっけ？あ、これだ。これが小屋なんだ。で、あ、あ、なんかもうバット持ってるし。初めての戦闘が始まろうとしています。あ、来た。で、狼をクリックすると攻撃します。狼をクリックね。はい。で、左コントロールキーを押し続けるとブロックします。移動して攻撃を避けることもできます。よしよしよし、行きましょう。頑張って。はい。あ、こういうこと？こういうこと？え？うわ、めっちゃ、なんだ、一匹じゃないんだ。うわ、マジかマジか。うわ、うわ、なんかね、この一匹というか一頭の、うわ、なんか来たぞ、なんか来たぞ、なんか来たぞ。ちょっと逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。おい。やばい、挟まれてる、挟まれてる、挟まれてる。これね、一頭のね、HP はね、そんなになんか強そうじゃないんだけど、待って、これ、これ、これね、あ、倒した？おお、ビジエ。肉が手に入った。ちょっと待って、ね、腹が減ったから、これ食べよう。食べる。もう2個食べちゃえ。倒したっぽくない？これ、なんか無残に、めっちゃいっぱいここに転がってるんだけど。うん。
やった、倒した。結構ね、なんだろうな、確かに大変かもしんない。よーし、これ何、ここになんかまためっちゃあるじゃん。お、プラスチックとかある。よっしゃよっしゃよっしゃ、いっぱいゲットした。で、おばあさん家がここですよね、これね。こう行ってみ、行ってみ、行ってみ、行ってよ。使うって書いてあるな。あ、入っていけた。バット持ったままね、家の中入ってて大丈夫かな。おわー、これおばあちゃん家だ。お、これはビートの種。これもらってっていいのかな、勝手に。まあ戦利品ってことか。小屋にいるジェニーを訪ねるって、ジェニーいないけどな。あー、ジェニーの写真ね。うん、他には何か。あ、これなんだ、ジェニーの苗床調べる。あー、ランプね。これもらえるものを全部もらっていきたいな。とりあえず、取るっていうね、コマンドが出るものは、取っちゃおう。空き巣だよ、これ。種めっちゃあるじゃん、ラッキー。はい、空き巣、空き巣。あとは？あとはないかな、もうなさそうかな。こん中はどうだ？あった。いただきます。おー、種めっちゃ手に入った。お、これ調べる。おー、見かけ以上にいろいろやってそうだな。なんでみんな鹿の角はありがたがるんだ。確かに、あの伝染病より、あ、伝染病ってね、なんかちょっと今のね、ご時世と、あれですね。政府の成功に関するニュース、時代遅れの教育番組、そして西部劇しか放送していない。まあまあまあ。まあまあまあ。ベッド、調べる。でもおばあちゃん、随分と小さな声なのね、と赤ずきんちゃんは言いました。なんだ？これあれなんじゃないかな。これもしかしたらこの後ね、おいお前勝手にいろいろやりやがったなみたいな話になる。これバットいつまで持ってんだろ。ちょっとバットもいいや。一応ね、一通り全部チェックはしましたかね。あ、これがまだだな。こんなところにもあった。もういいかな。もう本当に大丈夫ですかね。これね、ランプとか持って帰れないんですよね。よし。で、おばあちゃんはどこにいるんだろうな。あ、いたいたいた。あれ？さっきいたかな？おー、あら、ポポちゃん。悪い狼を倒してくれて本当にありがとう。怪我してなければいいけど。大したことないですよ、と。あー、なんか解除した。オッケー。で、お薬の実験を再開したのよ。睡眠障害、ほう。ハーブティーね。変わったキノコが町のすぐ近くの古い鉱山に生えている。あー、出た。古い鉱山にキノコを取りに行くんだな。やりましょう、やりましょう。ですね。変わったキノコを古い鉱山からお茶用にと。あ、引き受けましょう。鉱山は危険な場所よ。なるほど。はーい、行けるとか増えた。森以外にもね。うん。よし。なんかね、トレードって書いてるから、トレードもちょっと見てみるか。あ。種を、これ、買えるな。キュウリ。あ、キュウリなんてあったんだ。これ、種在庫3って書いてあるけど、さっきね、もう、実はいただいちゃったんだけど、大丈夫かな？
なるほどね。ブルーベリーを売って、種買えるってめちゃくちゃいいじゃん。ブルーベリー売って、ああ、その場で現金手に入った。いいっすね。種をじゃあ、まあ種今めちゃくちゃ持ってるけどな。トウモロコシとかね、キャベツとかね。人参の種が、たくさん欲しいな。人参の種見つかってこう。イエーイ。で、人参、あ、そうか、これ数に限りがあるんですね。じゃあ、買えるだけ買っちゃおう。なんか売るもんあるかな。そうですね。ブルーベリーを持ってこれば買えるってことだな。よし、こんなとこですかね。これね、これ以上もう右には行けないな。じゃあ戻りましょうか。このゴンドラって開けたかな。ですよね。よっしゃー。よし、ちょっとね、今ね、今ね、この海藻でね、取れた、ブルーベリーだけ使って、種買ってこう。ついでだからね。キャベツ。これをまず、よし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 。これいいな。物理的に、あれですよね。種は、あ、腐った食べ物これ、買い取ってくれるんだ。へぇ。まあ、ブルーベリーはね、まあ、無限みたいなんで、これ物理的にはあれですよね。いいですよね。うん。お金が無限に湧いてきて、で、トレードできるっていうことなんでね。ちょっとまあ、じゃあ今後も利用させてもらいましょう。じゃあね、戻りましょうか。よしよし、帰ってきた。もうね、どっちにしてももう眠たいんで、でも仮眠しかできないのか。よし、じゃあ、まあもうちょっと粘るか。仮眠、もうめんどくさいんでね。じゃあね、何しようかな。取ってきたもの使ってなんかやれることないかな。なんか肉とか手に入りましたよね。これ、肉ね。あ、これか。焼いたイノシシ肉。イノシシ肉なんだ。まあいいや。これじゃあ、2個焼きましょうか。これね。OKOKOK。狼をね、倒してイノシシの肉が手に入るっていうね。うん。あ、いいですね。できてますね。これだ。おー、うまそうだな。ちょっとまあでもね、食べるの後にして。さあ、でね、もう完全に暗くなりましたよね。こう寝ようかな。よしよし、寝よう寝よう。うん、割となんか今回はスムーズにいったんじゃないかなというね、気がしますけど、どうでしょうかね。はい、というわけでございましてね、今回はね、無事森のね、中へ行ってね、狼を倒すことができましたと。あ、ちょっと待って、なんかまた来てるぞい。なんだ？新聞が届くんだ。新聞ってこれ、回収できてくんだな。なるほどね。はい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 。じゃあ、ちょっと待ってよ。ついでにね、今ね、お腹空いてるんで、昨晩焼いたですね、これ食べてみましょうか。食べる。おー、ゲージめっちゃ進む。いいっすね。あれ？ちょっと待ってください。これね、植えてあったんだけど、これあれか、放置しておくと枯れてなくなっちゃうんだ。うわ、めちゃめちゃシビアじゃん。育ったらちゃんと回収しないとなくなっちゃうんですね。うわー、じゃああんまり目離すわけにいかないってことか。シビアだなー。はい、まあいいや。あ、なんかスクワットやってる。なんでなんでなんで、なんでだ。時間が経つとスクワット始めるんかな。やっとこう。はい、というわけでございましてね、今回はじゃあここまでとしましょう。次回ね、ミニツマンにブルーベリージャムを送るっていうのをやらなきゃいけないから、まあガラスのを作ってっていうことですね。あとね、なんか鉱山とかもね、ありましたね。はい、そのあたりもやっていけたらなと思います。
ではね、今回はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。